次にヘムラインからゴールデンポイントに向かう形のところを刈り上げていきます。耳周りの刈り上げというのは髪の毛が残りやすいです。こういうところっていうのはハサミを入れづらいですし、コーンも入れづらいということで、そしてこの時に正面から見ていただいて、この部分に角が残るような形で刈り上げを、今の状態ではまだ終わってるんですが、この状態で終わらせてしまいますと後でスクエアな形になってしまいます。あえてスクエアで男っぽさ、いわゆる角刈り的な強さを持たせる場合はいいと思うんですが、最近の傾向ですともう少しフェミニンというか柔らかく残すというような形の方が主流だと思いますので、この部分を頭の形に合わせてもう少し入ってあげた方が綺麗になります。彼はこういう風に流れる、右から左にこうカールして流れてしまうという癖がありますので、ここの部分が邪魔になってきます。ここの部分をこの長さまで切ってあげると厚みが整うともに流れも良くなります。ですのでその部分を、シルエットを整えてください。はい、スタイルが完成しました。